日本共産党の宮本徹です。まず年金について伺います。年金のですね、今度発表されました財政検証を見ますと、年金の給付水準の引き下げが基礎年金に集中しているわけですよね。計算の場合で見ると所得代替率はですね、基礎年金は 28% 削減と、報酬比例分は 3% 削減と、国民年金だけや、あるいは報酬比例分が少ない方、低年金の人ほど年金の削減が大きくなると、この現状はですね、放置するわけにいかないと思います。でこの基礎年金の方がですね、なぜ削減が大きいのかというと、財政状況の良くない国民年金勘定をもとに基礎年金の削減率を決めているからであります。で今日提案したいのはですね、基礎年金の減額を抑制するためにですね、国民年金と厚生年金の財政統合について検討していただきたいということです。私は厚労省に試算出してほしいという話をしたらですね、試算出してもらえませんでしたので、配布資料をお配りしました。これは国際医療福祉大学教授の稲垣誠一、先生の試算概算です。ご承知のとおり、稲垣先生は厚生労働省の年金局でも、勤められた方でございます。こう裏表ありますけれども、一番右側が財政統合した場合どうなるかということですけれども、ケース3で見ればですね、最終的な年金の削減は 9% ということですから、今の仕組みでは基礎年金はマイナス 28%、 3割近く減ってしまうわけですけれども、財政統合すれば 9% と、いうことです。でモデル世帯で見ればですね、マイナス 20% が、財政統合すればマイナス 9% ということで、あります。それから表面、戻っていただきまして、所得代替率はどうなるのかということですけれども、計算でいけば、今の仕組みでいけば、50.8% に、なるわけですけれども、財政統合すれば所得代替率は 56.1% ということで、現行よりもかなり改善するということになります。これ基礎年金が増えればその分国庫負担も増加するから、こうした効果がですね、出てくるわけでありますけれども、大臣に今日は提案したいのはですね、この国民年金と厚生年金の財源を一本化すればですね、こうした効果が出てくるわけでありますから、ぜひですね、この財政統合についても検討していただきたいと。試算もですね、ぜひ厚労省としてもやっていただきたいと思います。いかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。今回の財政検証と前回と比べてですね、基礎年金の減額といいますかの状況は若干でありますけれども、どのケースを比べるかですが、2014年のケース E と今回のケース3を比べれば、若干は改善されているという姿ではありますけれども、ただ委員のご指摘のように、この財政マクロ経済スライドの中で、基礎年金の、下がる率が、報酬比例部分に比べて大きいというのは、これは事実なご指摘であります。でその上でのお話でありますけれども、ただそもそもこの基礎年金制度というのは、全国民に共通する給付を支給する制度として導入をされて、費用も保険者全体で公平にということで、基本は定額、もちろん被用者の場合にはそれは所得比例で負担をしているわけでありますけれども、そもそもそれぞれが異なる仕組みでなっているわけでありますから、それを一緒にするかどうかということについて、確かにそういう主張される学者の方もおられるのは私も承知しておりますけれども、さまざまなご意見があるということであります。でまた現在当面は厚生年金基礎年金それぞれマクロ経済スライドがかかるということ、またマクロ経済スライド自体が徐々に給付水準を調整するということでありますから、今直ちにですね、何か対応しなければ、統合しなければならない、こういう状況にはないというふうには思っております。でまた今回被用者保険のさらなる適用拡大等の議論もあります。この適用拡大は国民年金財政をも改善させるという結果も先般財政検証の結果において確認をされているわけであります。また基礎年金は所得の高にかかわらず一定の年金額を保障する再分配機能を有する給付であって、
まあ、その再分配機能を大きく損なわないようにしておく、まあ、その視点は非常に大事だというふうにも思っております。まあ、そういった意味でまずは適用者保険の適用拡大に向けた検討を進めるとして、今後の課題としては所得再分配機能の維持のためにどのような方策が可能なのか、まあ、これについては今後とも引き続き議論はしていかなければならないというふうに考えています。宮本君。これ学者の提案だけじゃなくてですね、元厚労大臣の田村さんもいろんなメディアなんかでもですね、今日今いらっしゃらないですけども主張されている話ですよ、ね、与党の中からもそういう意見出ているんじゃないですか。ですからこれはですね、本当にですね、まあ、基礎年金の減額が大変だから、まあ、適用拡大って話もね今一生懸命議論されてるんでしょうけども、まあ、この改善の効果グラフ見ていただければ分かりますけども、まあ、適用拡大より、まあ、当然必要ですけども、それに増して大きな基礎年金の削減率を抑える効果が財政統合にはあるわけですよね。大体そのなぜですね、この国民年金勘定の財政状況で基礎年金の削減率を決めなきゃいけないのかと、この仕組み自体合理的根拠私ないと思うんですよね。基礎年金はだって国民年金加入者だけじゃないんですから、厚生年金加入している方も含めて支給されるわけですから、その財政状況の悪い国民年金勘定で、基礎年金の削減率を決めていくって今のやり方をですね、どう改めるのかというのはですね、真剣にですね検討していただきたいと、緊急な課題じゃないというお話されましたけども、私は緊急に検討すべきだと思いますし、さらにですね、私たちこの間、まあ、先日の選挙でも提案しましたけども、厚生年金の保険料の標準報酬月額の上限を引き上げるということを訴えてますけども、それを考えてもですね、財政統合をやれば、この厚生年金の保険料をですね引き上げていくということもですね、削減率カットをですね、削減率カットの率をですね小さくしていく上では大きな力になっていくというふうに考えておりますので、まあ、どうやってですね基礎年金をしっかりですね守っていくのかという観点で検討をお願いしたいと思います。次の問題いきます。地域医療構想の問題であります。先ほど来議論になっております。424の公的病院の実名をですね、厚生労働省が名前を挙げて再編統合を視野に入れた再検証を求めました。先ほどからちょっと議論を聞いてましたけども、ちょっと大臣に事実だけお確認したいんですけども、これ公表されてから大臣ご自身はこの424の病院のどっかの院長先生からお話直接伺ったりとかされましたか。加藤大臣。直接は伺っておりません。院長先生からという意味においては。宮本君。ぜひですね、話を伺っていただきたいと思うんですね。東京で言えばですね、10の病院が名指しされております。私この間名指しされた都内の病院のうち、まあ、台東病院、村山医療センター、奥多摩病院のお話を伺ってきました。まあ、話を聞けば聞くほどそれぞれの病院がですね、地域住民にとっても日本国民にとってもなくてはならない病院だと、いうことがよく分かりました。まあ、今回全国で多くの過疎地域の病院が対象になっております。東京のですね、奥多摩病院は、近隣のですね、救急病院まで救急車で40分かかります。奥多摩町には峰谷という、中心から離れた集落がありますけども、そこから数えるとですね、奥多摩病院がなければ1時間以上救急車でかかるということになります。そういう中でですね、奥多摩病院は365日24時間4人の常勤医で地域に密着したあらゆる医療を提供しております。まあ、高齢化進んでます。通院困難もあると。そういう中で年間400回の往診を行っていると。訪問看護は1700回で、町中心部から離れた2つの集落にも診療所を設けて毎週ですね、そこで患者さんを見るということもやっています。さらに今回台風被害で日原地区というところは孤立しました。50世帯ぐらいあります。もう参道を徒歩で通るしかなくなったわけですね。その時にどうこの集落の方々の健康を守るのかと、いうことでですね、町の保健師が参道を通って、全校訪問でですね、この一軒一軒回ったわけですよ。そして他市の病院にかかっている人も含めてですよ、体調を伺い必要な薬は何なのかと、こういう話を聞いて回って、奥多摩病院が他市の病院とも確認を取って、
奥多摩病院の患者はもちろん他市の病院にかかっている方も含めて、地域連携で薬を届けるということになりました。これですね、40分も救急車で離れたようでですね、病院では同じサービス、同じ、住民の健康を守る仕事というのはとてもできないと思いますが、大臣いかが思われますか。加藤大臣。今から奥多摩病院のお話がありました。ちょっと私自身奥多摩病院直接存じ上げているわけではないんで、個別について評価をするというのは差し控えたいというふうに思いますけれども、今回の分析においては、診療実績は特に少ないか否か、またあるいは類似かつ近接にそういう因がないか、こういう視点にとっとって、分析をさせていただいたわけでありますけれども、当然その中にはですね、それ以外の診療を中心にやっているところもあります。また地域にとって、なくてはならない医療機関というのも当然入っているわけでありますので、それはそれぞれの地域の中でですね、そうした観点からしっかりとご議論をいただいてですね、見直すべきことは見直し、維持すべきものは維持していただく、こういう議論をしていただければと思っております。宮本君。424のリストになくてはならない医療機関が、地域にとってなくてはならない医療機関が入っているんだったらですね、そんなリストを出すこと自体は間違いじゃないですか。奥多摩病院の院長先生も厚労省の出したあの基準で評価されたら正直心が折れると、こうもおっしゃっておられました。さらにですね、もう一つお伺いしますが、国立病院機構の村山医療センター、脊髄の手術症例数は全国トップクラスの病院であります。リハだとか整形でも大変大きな実績がある病院です。お医者さんも最近かなり増えてですね、経営も安定している状況です。病院も満床の時もあります。患者は北は青森、南は沖縄まで、来ております。そして脊損患者の病棟もあって、入院患者は全介護が必要な人も多いという状況です。こういう病院をですね、再編統合の対象にしたら、私国民全体がですね、困ると思いますよ。大臣、そう思われませんか。加藤大臣。今回ですね、我々はこの病院を廃止しろとかですね、そういうことを申し上げているわけではありませんが、ただそういうふうに受け止められたことも確かに事実でありますから、その辺は他の委員にも申し上げたように謙虚に受け止めてですね、また今後のそうならないようにしっかりと取り組んでいかなきゃいけないというふうに思います。で、特に今回はがん、救急、小児、中産期、災害医療などの高度急性期、あるいは急性期機能に着目した分析を行ったわけでありますので、今回の対象とならなかった回復期、慢性期医療、あるいは他の専門的な医療について、これについてはそれぞれのまた地域において、そうした論点を補っていただきたいというふうに思いますし、そうしたことを踏まえながらですね、それぞれの地域、もう限られた医療資源の中で、その地域にとって必要な医療はどうやったら提供されていくのか、それに向けて議論を進めていただければと思っております。我々はそれにしっかりと対応するというか、そうした議論あるいはそうした取り組みを支援をさせていただきたいというふうに思っております。宮本君。廃止しろとは言ってないと言いながらですね、大臣が先日の、経済財政諮問会議に出した資料を見ても、ダウンサイジングや機能連携文化を含む再編統合について来年9月までの再検証を要請するということで、これには再編統合ですから廃止も含めた話ですし、そうでなくてもダウンサイジングということですね、ベッドを減らしなさいと、それを要請するんだってはっきり書いてるじゃないですか。で、村山医療センターに聞きましたら、診療報酬でいくと脊損病棟を見るとですね、ここだけでは赤字だっていうんですよね。他の部分の黒字で補って支えているという話であります。で、424の病院のリストを見ますと、難病だとかですね、重症心身障害児への医療だとか、いわゆる政策医療を担っている病院も少なくないわけですよ。で、国立病院機構などで言えば、政策医療の分野も補助金もない、その分野だけでは赤字、が多いわけですね。その分、一般医療の黒字で補って病院が経営されている場合が多いわけですよ。こういう病院に対して、一般医療のところでいいからダウンサイジングしろということをやったら、病院自体がですね、経営ができなくなっちゃうわけですよ。そうなれば国民にとって必要な政策医療も提供できなくなると、こういう事態を招くんじゃないですか。加藤大臣。
確かにそういうご指摘もありますけれども、ただ全体として地域医療を見たときにですね、どういう資源配分をしていくのかという議論、そしてそれをその中でその限られた資源の中でですね、これからの地域の医療ニーズに応えていく、まあ、そういう議論を私どもはお願いをさせていただいているわけであります。またそれを踏まえた、形でそれぞれの地域から地域医療構想すでに出てきているわけでありますから、それに向かって、しっかりご議論をしていただきたいというふうに思いますので、その中においてはもちろん今回のデータ分析等も参考踏まえながら、また各地域におけるですね、それぞれの特定領域あるいは地域の実情、まあ、そういったこともあります。まあ、それらも踏まえた議論をしていただきたい。またその議論に先ほどとかぶりますけれども、我々としてできる支援はしっかりやらせていただきたいというふうに思っています。宮本君。ですから、その今回出したデータでですね、その一面的な基準で見るっていうことがいかに実情と合ってないのかっていう話を私は今させていただいているわけですよ。私は病院のお話伺ってきましたが、大臣聞かずにやってきてるわけでしょ。現場で実際にどういう役割をですね、それぞれの病院が担ってるのかと、そして患者がその地域でどういう病院をですね求めてるのかと、そこから出発しないとですね、おかしなことになるんですよ。なんか頭の中で数の話から始まってですね、削減ありきというとこから行くから、こんなですね一面的な基準で、それこそ今一生懸命治療されている先生方がですね、心が折れそうになるというようなですねことをもたらしているんじゃないですか。私はですね、今度の一面的なですねこの評価というのはですね、全く合理性に欠けると思いますよ。今回の基準というのは、大臣はそう思われませんか。はい、加藤大臣。先ほどから申し上げておりますけれども、まあ、そもそもその地域医療をどうしていくかというのは、まさに地域の中で地域の実情あるいは今後の動向を見ながらご議論いただくということで、我々としてまず地域医療構想をそれぞれの地域でおまとめいただいたわけであります。でその実現に向けて、公立公的病院等あるいはこれから民間の議論も当然出てくると思いますけれども、そうした全体を調整し見直す中で、今も最初に掲げた地域医療構想の姿を実現をしていく、こういう流れになっております。でそういう流れの中でですね、先般公立公的病院等についても具体的方針が出されているわけでありますけれども、まあ、こうした一連の流れから見て急性期からの転換が進んでいないではないか、まあ、等のご指摘もあってですね、今回こうした医療データをお出しすることによって、それをも含めて活用していただいてですね、これからの議論あるべき姿をどうしていくのかをしっかり議論していただきたいというふうに思っているわけで、一律に減らすとか言うんではなくてですね、やっぱり将来において必要な医療がその地域において提供されていく、そうした体制の実現に向けて、これは地方当然主催にしながら国もしっかりそれを応援をさせていただく、まあ、こういう趣旨でございます。宮本君。ですからその活用できるデータじゃないじゃないですか。全然実情を踏まえてないんですから、その点を聞いてるんですよ。加藤大臣。いや、活用していただきながら必要な補足をし、そしてこれにおいて不足があれば、まさにさまざまなデータに基づいて議論をしていただく、まさにそういった一助になればということでありますので、もちろん今回は全国的一律的に、しかもある時期のデータをベースに出しておりますから、その時期にこれまでも他の委員からありましたけれども、病院を新しく新築している、あるいは災害等があった、それぞれの事情があると思います。それはそれでそれぞれの地域でそれを補正をしていただきながら、また必要があれば違う観点からのまた分析をしていただきながら、また我々の方からこういうデータを出せということであれば、それをしたデータも我々も出させていただきながら、まさに今委員ご指摘のようにデータに基づきながらですね、やっぱりこれからどうなっていくのか、そういう議論をしっかりとしていただければというふうに思います。ですからこのデータでは不足があるとかですね、違うデータも必要だったら出しますよって言うんだったらですね、こんな一面的なデータに基づいた424のリストは撤回すべきですよ。加藤大臣。
出すときのですね、当たっていろいろなご批判があったり、またそれに伴うこの病院は廃止してしまうのではないかという市民の皆さんの心配を喚起したりですね、そうしたことは我々も真摯に反省しなければいけないというふうに思いますが、ただ申し上げているのは、やはりこれから2025年を見据えながらですね、あるいはその先を見ながら地域の医療をどうやっていくのか、それをそれぞれの地域でしっかりご議論をいただく、そのためにはこうしたデータも踏まえてですね、ご議論をいただく必要があるということでお出しをさせていただきましたので、このデータも含めてですね、また地域におけるまたいろんなデータや視点もあろうかと思います。それも加えながら加味しながらですね、それぞれの地域の中でしっかりご議論をいただき、必要があるところにおいては具体的な方針の見直し等も行っていただければというふうに思っております。宮本君、ちょっと他のテーマに移りたいからここで次に行きますけども、やっぱり一つ一つの病院の役割で一番分かっているのは厚労省でもありません。一面的なデータを出すのではなくてですね、やっぱり地域の医療関係者、そして何よりも住民と、この意見を踏まえてですね、必要な病院は必要だということでね、やっていかなきゃいけないということを強く申し上げておきたいと思います。次にですね、先週労政審の雇用環境均等分科会でパワハラ防止についての指針の素案が厚労省事務教育より示されました。これに対しこの指針素案ではパワハラを助長しかねないと批判の声が上がっております。指針素案には6つの行為類型ごとにパワハラに充当しない例が記載されておりますが、これにも使用者の弁解カタログだと、こういう強烈な批判が出ております。先ほどもお話ありましたけれども、例えば素案では過少な要求に該当しない例としてですね、経営上の理由により一時的に能力に見合わない簡易な業務に就かせることと、こう記されております。大臣の認識をお伺いしたいと思うんですが、使用者側が違法な配点や降格、あるいは追い出し部屋など違法なリストラ手法を取って裁判で争いになった際に、経営上の理由により一時的に解雇阻止のためのやむを得ない措置だと裁判でしばしば主張してきたというのはご存知ですか。加藤大臣。配点降格等に関する裁判で使用者側が業務上の必要性などの主張を行うにあたってご指摘のような主張が行う場合もあるというふうには承知をしておりますが、それらも踏まえて最終的な判例が積み重ねられているというふうに承知をしております。宮本君。大臣がお認めになった通りですね、大体いつもそう主張するんですよ。例えば理工事件、希望退職募集への応募を異なった開発部の技術者が子会社に出向を命じられ、商品の梱包ラベル貼りなどに従事させられました。理工が退職に追い込もうとした事件であります。これについて東京地裁は人事権の乱用だとして出向を無効とする判決を下しました。その時の使用者の主張ですね、本件出向命令のように復帰が予定されていないわけでもなく、かつ厳しい経営状況の中、緊急的な施策として実施された雇用維持調整目的の出向命令は、より一層高度な業務上の必要性が認められるというべきであると、こう主張していたわけですけれども、人事権の乱用だとされたわけです。ベネッセの事件、これもですね、人材ぶつけで単純労働させたことについて、これも地裁判決では、実質的な退職勧奨になっていると、配点は効力無効だとしました。この時もベネッセは一時的な配属なんだと、こういうふうに言ったわけですね。プロクター&ギャンブルファーイーストインク事件、これも、退職勧奨をですね、拒否した従業員に対して特別任務として仕事を与えないと、さらに次は単純な事務作業の部署への降格という配点命令が、人事権の乱用として裁判で無効とされました。この時もですね、使用者はですね、業務上の必要性がある透明の措置だと言ったわけですよ。ですから今回過少な要求だと、経営上の理由により一時的に能力に見合わない簡易な業務に就かせることということを記されておりますけれども、これはまさにですね、追い出し部屋だとかですね、違法なリストラをやるときにですね、やってきた使用者側の主張そのまま書かれてるわけですよ。それは大臣もお認めになりました。それをですね、このまま明記すると、素案にですね、今、素案のですけれども、指針に明記するということになったら、違法な配点や降格、追い出し部屋などを行う
使用者側の弁解が正当化されることになってしまうんじゃないですか。加藤大臣。今のこと、今の、パワハラのですね、で含めて、この草案では昨年12月の県議、また平成30年3月にまとめられた職場におけるパワーハラスメント防止についての検討会報告書、これは労使も参画したものでありますけれども、そうした内容を踏まえて、まあ、ご指摘の例も含めて、職場におけるパワハラに該当しないと考える例として、まあ、お示しをさせていただいたところでありまして、まあ、これをこの例を含めて、それ以外も含めて、まだ引き続き、まあ、分科会で、まあ、ご議論をいただいているというふうに承知をしております。なお委員のご指摘、先ほど私が申し上げたのは、そうした使用者側からは主張がなされているけれども、それが正当な主張なのかどうかということが、まさに裁判等においては争われているのではないかというふうに承知をしております。宮本君。これの該当しない例がですね、まあ、どこから出てきたのかと、もともと職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書だったわけです。ここでもあんまり十二分に議論されてないんです。私、議事録見ましたけども、この検討会10回やられてますけども、該当しない例が初めて出てきたのは9回目だと、その時も委員から例に無理があるという意見が出てですね、座長はその時に、これは少し多分きちんと議論しなければいけないので、今日だけでは済みそうにないと、とりあえずと、こうやって盛り込まれているとりあえずの話なんですよ。それをですね、こういう草案ということにですね、今回盛り込んでいるわけですけども、もう裁判でですね、人事権の乱用だと何度も断罪されていると、これをですね、このまま指針にですね載せていくということになったらですね、使用者側が自らの違法なリストラの正当化に使う可能性があるわけですよ。使わないっていうことを保証できるんですか。大臣はできないでしょ。加藤大臣。ちょっとすみません、委員のご指摘よくわからないんですけれども、いずれにしてもどういうガイドラインを作っても、そのガイドラインを一つの理由として何か行為をなされるというのは、これはいろんなところであるわけで、その主張されたから全部ガイドライン変えるということにはこれならなくて、問題はそのガイドラインに沿った主張なのかどうかということがきちんと判断されて、それがパワハラに当たるか当たらないかという議論がなされていくということなんだろうと思いますので、まあ、そういった点も含めて、ただ今の段階で確定しているわけじゃありませんから、この分科会においてですね、引き続きしっかり議論をさせていただきたいというふうに思います。宮本君。だって何度も何度もですよ、裁判の判決でそういうした主張はですね、退けられてきているわけですよね。退けられてきているわけですよ。そういう例がたくさんあるわけですよ。それをわざわざ該当しない例ということで例示すること自体は私は間違いですよ。私はそんな該当しない例ということを並べること自体はおかしいと思いますよ。セクハラだったら該当する例は載せますけども、指針の中で該当しない例は載せてません。なぜパワハラだけ該当しない例を載せるのか、これも私は全くおかしな話だと思いますけども、該当しない例っていうふうにですね載せるんだったら、どんなことがあっても該当しないという例以外は載せちゃダメでしょう。裁判でですね、何度も断罪されているような主張をですね、該当しない例ですと載せたら、あ、これ該当しないんだと思ってですね、やる企業がですね出てくるんじゃないですか。それを、そういう懸念を大臣は持たれないんですか。藤沢厚生労働省雇用環境均等局長。お答え申し上げます。ご指摘の指針の素案でございますけれども、そのご指摘のようなそもそもその例に関するその記載の前提といたしまして、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ることと、まあ、そういった旨も記載をしてございます。ご指摘のような違法な配置転換、あるいはその降格といったようなことをですね、制度からする趣旨ではないところでございます。いずれにいたしましても、引き続き分科会において議論を深めていただいて、その結果を踏まえて指針を策定してまいりたいと考えております。宮本君。いやですか、状況によって判断が異なりうる場合もあるようなものを該当しない例として堂々と載せるっていうのはいかがなもんですかって話をしてるわけですよ。状況によってこれはパワハラに該当するということがある例をですよ、しかも実際にそういう判決も何回も出てる例を、これは
該当しない例ですって堂々とですね、該当しない例の代表格として載せるなんてどう考えてもおかしいでしょう。もう本当にこのまま言ったらですね、パワハラ防止どころかパワハラ助長になりかねないというですね、多くの皆さんのですね、懸念をですね、しっかり受け止めてですね、今後議論をしていただきたいということを申し上げまして、時間になりましたので質問を終わります。ありがとうございました。